おはようございます。釣り子 TV です。2月の亀山湖に来てみました。ちょっとね、雨が降ってるコンディションなので、これ一発が期待できるんじゃないか。まあ、とにかくね、投げ倒してみたいと思います。で、タックルは3セットね、ベイト3本でミノアラバマビッグベイトね、シンプルにね、3本でね、やってみたいと思います。はい、じゃあ出航していきます。ちょっとほんと何も準備してなくて、どうしようかなって、いろいろね、新しく買ったスピニングだとかやってみたいのはあったんだけど、まあまあ天気も天気だからね、今日はベイトでちょっと強気なね展開をたまにはやってみようかなってことでね。さすがにね、2月なんでまだまだ空いてますね。これ3月の足音が聞こえてくるとね、徐々に混んでくるんだろうけど、まだまだ2月っていうことで、今日は投げ倒すぞってことでね、久しぶりにリストバンドもして、ね、で、まあいろいろ持ってきたんですけども、まあ釣れる釣れないは置いといてね、これちょっと大きなルアーも投げれるようにバンタム、こんなん用意してみました。これにね、今日はちょっとバラムつけてね、やってみようかな。ミノーとかもいっぱい持ってきたんですけど、要所要所でこの電後ついね、バラムのニジマスから、これをね、投げてみたいな。なんかニジマスのね、放流があったみたいで、ちょっと秋はあのね、台風の災害とかで放流できなかったのを2月にね、放流したっていうことなんで、もしかしたらそのニジマス餌なんかにね、ついて上ずってる魚がいるかもしれないから、これバラム、よいしょ。それと先日あの買ったベイトのシーバス用のね、ベイトロッドなんだけど、これでミノをチャッチャッチャッチャって動かそうかな。はい、2本目はミノ。何を投げるっていうのは特に決めてなくて、あの目についたミノをとりあえず片っ端から持ってきてみたんで、その気分によってね。さあさあ、ありますけど、この時期ね、これワンテンジュニアのこのカラーね、これがねやたら効く場合があるんで、とりあえずこのオレンジっぽい目立ちそうな色ね、これをチャッ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 と始めて、まあ、せっかくメガバスの竿だからね。さあどうでしょう、これ投げたらあれなんか違ったってなんのかな。あ、いや使いやすい。あ、リズム取りやすい、いい。はい、メガバスのシーバスロッド、ベイトロッドにメガバスのワンテンジュニア、ね、2本目はこんな感じで、3本目はロデオクラクトの、ホワイトウルフにね、
軽かったの DC 右巻き。普段はね、あのブルフラットとか打つ釣りで使うセッティングですが、今日はこれでアラバマ投げようかな。すごい感度がいいから、ワカサギの多分群れとか捉えることができたら、この竿でねワカサギセンサーしてクリ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 ってね、そのベイトボール、まあ、ヘラボールとかワカサギボールにぶつかるのを感知したいなぁなんて思って、取り出したるはマンズの元祖アラバマリーね。これがねやっぱ好きなんで、だいぶ手持ちのね大好きなバークリーのパワーコピーも弾数が少なくなってきたんで、大切に使っていくと。重さは今日は 0.9g と 0.9g を3個と 1.8g を2個に。特にここら辺は雰囲気で、今ね、あのトキタボートではビッグフィッシュトーナメントね、毎年恒例のやってるんですけど、ビッグフィッシュトーナメントもアラバマ禁止なんで、あのこれででかいの釣ってもねしょうがないんで、ビッグフィッシュトーナメントも含めての兆候だよっていうことであれば、これ以外のリグでねやってくださいっていうことみたいですね。アラバマはダメよ、ね、こういうことにずっとなってるんで。いやー、まさかのカメラ回ってない事件が発生。いやー、でもねこの浅いところでねぐんぐん食ってきてくれたね。ほんと暦では2月だけど全然浅い、もうほんと春の3月とかに釣れるようなエリアにもう魚は刺してるんだね。でもねバス今触ったら冷たかった。あのサイズがもう活発に追っかけて餌食うってことは、どうなんだろう。ああいうのすら入れないぐらい寒ければねデカバス狙いなんだけど、ちょっと思ったよりどうかな。貴重な真冬のガン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 ってヒットシーンを撮れないっていうね感じだったけど、あの竿先はねいい感じでねカン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 って入って気持ちよかったですよ。まあ一応丸坊主ではないんで集中してねこっから半日巻き続けられます。あそこにあのサイズがいたってことは
ちょっと期待できるんじゃないかな。なんか、一匹でいるってことはねえと思うんだよな。なんかベイトが刺してるとかなんかの諸条件とプラスアルファで群れでね、この辺りにいるんだと思うから、ちょっとね小ぶりだったけど45くらいまでは出るんじゃないかなと、ね、50アップとかだともう1月とか2月ももっと早いタイミングのような気がするけど、あー1匹だけ、はい、昨日でね食い損ねてやがる。どこら辺で？はい、お願いします。ラインが死んじゃってちょっと上がったらフルフルしてください。いや、ラインがアカウントが死んじゃって2、3日前から、いや、あの機種変えて、あの何もやんないでやったら完全に消えて、いやいや、あの前のやつがあのソランチで正月にあのうんこして便所に落としたら、ああインカメラにうんこが入っちゃってあの顔認証とかしなくなっちゃってソランチでそんな出来事あったっけ。いや誰にも言わなかったんですけど、トイレ行ってボチャーって酔っ払ってあの便器の中に落として、で最初大丈夫だったんですけど、乾いたらなんか徐々に変なうんこのカスみたいなのがインカメラに入ってだからこれ。じゃあうんこをこうやって顔につけて電話してくる。しばらくそうですね。カメラがある。そう。なんか釣れたの？一応一匹。釣ったんだ。あの12時ぐらいについて。あ、そっから出た。そっからあのまあ雨降る予定だったから来たら。そっちの船はまだ50オーバー釣れてない。あれ出たんすか？うちはもう50オーバー専門の船。出たんすか？釣れてないですけど。まだアラバマなんか投げてる。50オーバー釣れたんすか？一応50オーバーしか釣れてない。50オーバーしか。50オーバーとジャックベイトと40オーバー。マジっすか？50オーバー専門船じゃない。言い過ぎた。俺がジャックベイトと40オーバー釣って、スーさんが50人釣って。マジっすか？ああいいな。やっぱ今日当たりの日だったんだ。まあ、ちょっと意味はいろいろある。いろいろある。意味はちょっと難しいかもしれない。でキロサイズもんね、山さん。キロサイズ、もう着いた瞬間、両さんを。ヤマさん、サイだったよ。あれじゃん、ボックス、ちゃんとライブより持ってきてるんだけど、これ投げちゃってた。いや、本当は、これの予定だったんです。だけど、雨降ってないから。ニジマスからわざわざ下ろしてきたのに。これ、バンタムっす。あ、それ、バンタムなんだ。いや、雨ざんざん降りで、こういうことかなと思ったら、そうでもないし、いや、しかもなんかスイッチ入ってなかったです。何にもならないやつ。こいつにとって何の価値もないやつ。俺は今日ちょっとすごい不安定な状態ですね。朝5時に起きたのになぜかもうゆっくりゆっくりしてたら12時到着っていうことになったんです。久しぶりすぎてなんか一回内側から来てあの袖ヶ浦の方行っちゃって高速降りたりしてなんかいろいろやってたら一匹しか釣れないです。